さあ、なんかね、クラッチが調子が悪いということでちょっと踏んでみます。これ伝わるかな。なんかね、途中までベコンといってその後はなんか普通になるみたいな感じで、明らかにおかしい。すげえ早い。止まんねえもう一本走ってクラッチがちゃんと直ってるかな。いいしますね。おお、これはクラッチはどう？クラッチは？クラッチは普通。あ、いい感じ？いけるいける。威圧があるから戻ってくるよ。走りのあれは別として、いや、すげえかっこいい音が。うお、しびれる。うわぁ、俺も乗りてー。この Z のいいところはね、遠くからでも音がめちゃめちゃ。この音の良さ。さあ、もう一周来るぞ。なんか市川さん、なんかだいぶ良くなったって今聞いてきたんですけど。そうですね。とりあえず走れそうな。とりあえず多分走れます。ああ、はい、素晴らしいね。まあでもちゃんとした修理はまあ必要は必要で、はいはい、クラッチペダルが戻ってこなくなりましたね。ああ、それめっちゃ困るの、はい、怖いっすよね多分。めっちゃ困るまあ追走やってなければ大丈夫だね。はいはい。一人で勝手にあのクラッチがね戻ってこない分にはなんかなんとかなりそうだから、はい、じゃあオーバーホールするのもちょっと企画の中で、はい、お願いします。さあ、この Z ね、まあ俺も今乗りたいんだけど、今日ね、軍祭に来てる主催者の川村がぜひ乗りたいと、もう先に乗せちゃいますよ。今日はね、やっぱりみんな気になってる人はね、気になってると思うんで、Z っていう車の組成がどうなのかっていうところで意見をね、聞きたいね。俺よりも川村が先になんかお兄さんになるみたいな、そんな感じ。兄貴。うん、俺弟になるわ。兄貴壊さないでほしい。この動画うちの両親も見てっからさいいとこへ、止めとこへフェアレディぐらいの。いやでもあれだね、ちょっとコメントは聞きたいね。ちなみにねサスペンションノーマル、キレ角とか。キレ角はちょっとしたもん、まあ、だから、ね、知恵の輪みたいなもんだよ。ね、GK のアダプターみたいなついてるんだけど、それで画期的に上がるわけじゃないから。サイドは何なの？サイドは単なるノーマルを右に移設してるだけ。でそれがね、多分めっちゃ引きにくいから。トラクションコントロール抜くとか。ない、何もやんなくてもそのままね、もう完全にドリフト仕様になってる、そこら辺は。すごい、なんか、なんか違和感あるし、なんかふにゃふにゃに感じるけど、多分違うし、ね、まあまあ、乗ってみて。全然いけるよね。トルクがある。いける。おお。まあそのなんか厳さみたいのはあれですけど。そうだね。まあまあ一回コース走ってみてよ。でクラッシュ。それ使わせたね。
や普通に超いい走りだったよ。いやなんか結構、まあ、自分のその低いレベルだと思い切って言ってもそんなに不満がない。なんか前の感じとかやっぱサスペンションの構造わかんないですけどフロントとかしっかりしてるっすね。ノーマルの足だけどなんかいけるよね。そうそう、なんか見ててね問題なさそう。ただ切れ角がないっていう。そうだね、切れ角ないんで、はい、それはあらかじめ、まあとりあえず第一段階のシェイクダウンとしてはじゃあ全然 OK だね。なんかわかんないけど楽しいっすね。そっか、よかった、ありがとう。じゃあ切れ角だね。ただそれを増やした時に今度ねどうなるかっていうのが。ああそうね、そうね、なんかしっかりしてるっていうか、ずっしりしてるっていうか、ポンと入れるっすね。そうね、見てて、あの全然ね、なんか大丈夫そうな感じに見えた。俺もこれがいいかでもこれで軽かったらさ、良くない、ね、パワーが出るところがもう全然違うんで、あ下でドンってくるから。なるほどね。こういうもんなんだ。ちょっと乗ってこよう。乗ってきよう。ありがとうございます。いえいえ。さあ、ということでいよいよ私も乗ってきます。まあ無理せずね。まあでも川村見てる感じそんな乗りにくい車じゃなさそうなんで、まあちょっとね楽しんで来ようかなと思うんで。取らないでください。そうね、あの普通にサイド進入で、あクラッチはどうなの。いや俺下手だったわ。はい、川村さんの方が上手かったっす。そうだね、川村上手かったね。マジで川村さんの方が上手かったね。ちょっと俺向いてないわ。うまくいかなかった俺からの改善点ね。あまず切れ角、これは間違いなく必要。やっぱりその人によって好みはあるけど、運転席周りの作りはもうちょっとなんかなんだろう、誰でも乗りやすいように作った方が、まあ、みんなで乗るのにいいのかなっていう気はする。いやあのねそういうんじゃないんだよな。やっぱりね、場所太ってても場所そんなに、ほらシフトノブとサイドブレーキの位置関係だから、まあ、そこはあんま関係ないかな。ハンドルの位置とかは別に全然気にならないけど、まあでもとりあえず想像よりもはるかに、というかね、ノーマルな足が素晴らしい、思ったより本当に。ああいやすごいいいね。だからとりあえずまあなんかある意味これでなんか軽量化と切れ角が上がったらすげえいいんじゃないかなっていう。まあ今日は今日でこれでもうなんかバッチで、あのね今の状態だと切れ角がない分ね、サイドブレーキ引いてる時間が長くなっちゃう。長く引いてなんかどこまで行ったらいいのか探りながら、でこっからアクセルオンみたいな、もう なんだろうね、なんか俺が言い訳言ってるみたいに聞こえるけど、でもそうなんだ本当。まあでもシェイクダウンは大成功。でまあ今日1日終わったわけだけども、こっからねやっぱり、ね、進化していかないと。まあ俺ちょっとしか今日乗ってないけど、でも課題はねいっぱい見つかったわけで、とりあえず切れ角、うん、ね、切れ角どうする。これ楽じゃないですかね。よくわかんないけど、じゃあそこは任せるわ、はい、であとね軽量化したい。多分ねこれ切れ角が出るだけで戦闘力は十分だと思うけど、できればシルビアとかと戦っても対等にある程度戦えるぐらいまでのポテンシャル欲しいから、軽量化をね。で中さ、とりあえずもう取れるもの取っちゃって、鉄板とかもさ、これねよくわかんないやつ、はいはい、あの切り飛ばして、またあの詳細は動画でねやっていこうと思うんですけど、あとなんだろう、あんまりお金かけないでできるので言うと、なんかもう全部塩ビ板でいいかなぐらいのガラスのことも思ってるけど、まあそこもねなんかやってった方がいいのかなと。多少見た目がね悪くなるところもあるだろうけど、でもそこはなんかね、キカが多分すごい真面目にねここはやってくれると思うんで、作業は期待したいなというところで。次8月ぐらいにさ、はい、まあ、こっちはゆっくりめでね、どうそんな感じで。俺の中での目標はマイナス、まあ100キロはとりあえず行きたいな。100キロすぐだよ結構。そうですか、うん、だって内張りだの何だの取ったりやったら、アンダーコート取って、でボディ一部切って、多分100はねすぐなんだよ。
シルビアでも100する。もともと1450ぐらいある。まあ、1350は余裕だと思うんだよね。だからとりあえずそこら辺で切れかかある状態でどうなのか。で、足はね、ノーマルすげえ良かったから、まあ、とりあえずはまだあれかな。そうですね。いいのかなっていう気がするから。車庫帳あるけども。うん。そう、車庫帳とりあえず置いといて。っていう感じでやってきます。まあ、デフもね、とりあえず使えるし、まあいいと思うんで、ここからまたあの定期的に進化部分をお届けしていくんで、よろしくお願いします。さあ、どうだったでしょうか。なかなかね、Z の作業の時には、私が合流してこうやって動画撮れることは少ないんで、まあ貴重なタイミングだったなと思います。想像してる以上にね、はるかに良かったです、車。これね、多分ちゃんと作っていくと、本当にシルビア勢と普通に戦えると思うんで、なんでね、周りでこれだけの車があんまりね、流行んなかったのかがよくわかんないなっていうのが正直な本当ところです。他のね、人にも乗ってもらったけど、やっぱり印象良かったんで、まあちょっとここから先ね、打倒シルビアっていうところで行きたいなと思うんで、とにかくね、音がかっこいい。これはね、ちょっとね、現場で聞かないとわかんないと思うんですけど、ぜひもし見かけたら、音注目してもらえたらなと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。